さんの感謝を伝えに来ましたっていきなり言われても、何かしましたって思うかもしれないが、間違いなく僕は君から大切なものを今もらってる。汗につながして稼いだお金や限りある人生の中での時間や、何より僕自身生きている証明、存在価値という証をもらってる。たまにわからなくなるよな、やってきたこととか歩いてきた人生、何のためとか答えなんてないのに、嫌なこととかもう忘れたいのに、前向きな言葉で自分を言い聞かせたって、どうしても顔を上げれない日もあるよな。慰めや励ましも全部アイロニーに聞こえて、余裕がない時は態度に。人と比べてはこんな言葉がよぎる、自分は何の意味もない人間だ。でも本当にそうか、音楽なんてまさにそうじゃねえか、一食十にも入っていない娯楽だ。そうやって気づいたんだ、自身の意味のありなしを決めるのは自分じゃないって。掴んだマイクに意味をつけてくれるのは聞いてくれる君がいるから、ありがとう。部屋の片隅や人混みの中で、ふとした瞬間に孤独を感じたりするでしょう。自分を愛せなくて消えたくなったって、君が望むなら何のだって証を渡すよ。誰かに言われたことだけをやるなら一生お前は社会の歯車だ、お前に何がわかんだよ。そうだよな、そうやってムカつけるなら君はまだ人間だ。機械ではないし死体でもない、君は今も生きてる、それは間違いないよ。君が証明してくれたこの命を、今度は僕の歌で証明してみせるよ。一生懸命に頑張ってたって、頑張れって簡単に言われるからさ、もっとやんなきゃ、もっと頑張んなきゃって悩んで病んでたら自分さえも見失う。君は君のままでいい、ありのままでいい。でも今の君のままでいいかどうか別の話だ。いつかきっと来るその日のために、死にたいをしたいに、何かをしたいに、それでも意味を探してしまうなら僕の歌を受け取る役目を任せるよ。なんでお前なんかのって、そりゃそうだ、僕が君ならば絶対に嫌だ。僕は僕のために生きてる、だから君は君のために生きてくれ。でもその中で出会って向き合って聞いてくれて本当にありがとう。部屋の片隅や人混みの中で、ふとした瞬間に孤独を感じたりするでしょう。自分を愛せなくて消えたくなったって、君が望むなら何のだって証を渡すよ。平等な幸せなんてないかもしれない、価値観なんて人それぞれなんだからさ。でもさ、線を引いたり見て見ぬふりより、向き合った先にきっと何かあると思うんだ。いや実際にあったんだ、あの触れた手のぬくもり、その言葉通り生きてるって感じたり、君にも知ってほしいんだ、そんな幸せを苔の蒸すまで。部屋の片隅や人混みの中で、ふとした瞬間に孤独を感じたりするでしょう。自分を愛せなくて消えたくなったって、君が望むなら何度だって。自分は誰かの背中を押したり、その手を引っ張ったりできるほど強い人間じゃないけど、君のその横にだって歌を歌うことぐらいならできるから、君が望むならどんな形だって何度だって言葉を届けに行くよ。